どうもこんにちは、翼です。今回は4月28日日曜日に行われました J1 リーグ第10節東京ヴェルディ対アビスパ福岡戦についてお話ししていきたいと思います。スコアは 0-0 の引き分けとなりました。先週のルヴァンカップ鹿児島戦と、それから前節のフロンターレ戦でクリーンシートを記録して守備面において結果が出てきたヴェルディですが、同時に勝ちきれない試合も続いており、今日の試合も同じような結果となってしまいました。リーグ戦7試合負けなしは聞こえがいいですが、選手や監督が話すように勝ち点3が積み上げられなければ、やっぱり J1 に残っていくのは厳しくなっていくのかなというふうに思います。今日の試合、前半はボールを持つ時間が増えましたが、効果的な崩しを見せる場面が少なかったですね。前半20分の木村のヘディングにつながるシーンに関しては、縦パスがうまく染めの元に入って、そこから横に展開してうまく揺さぶって最後シュートまで持っていくというチャンスにつながっていました。暑さもあったのか、なかなか仕掛ける場面というのが見られなかったので、なので後半チアゴや山見が入ってからっていうのは、そういう場面が増えてきたかなと思いました。アビスパに関してもカウンターから少ないチャンスをうまくシュートにつなげて持ってきていましたが、そこをこちら側はゼロに抑えられたのは良かったかなと思います。マテウスも至近距離からのシュートを止めた際に右手を痛めていたのが心配でしたが、その後プレーを継続できていたので良かったかなと思います。それから相手チームの最も脅威となるザヘディ選手を千田林のコンビで抑え込んでいたのも収穫だったかなと思います。千田選手はルヴァンカップから3試合連続で出場ですが、センターバック陣の中で一番背の高い186センチありますし、体重にもめちゃくちゃ強いので信頼感のあるプレーを継続してくれているかなと思います。また後半途中に出場した袴田選手も層の厚いサイドバック陣のあるヴェルディですが、ようやく出場機会を得たというところで、背もありますし、それから前に持ち出す推進力もあるので、今後もっと長い時間見ていきたい選手かなと思います。それからチアゴの加入で右を務めることが増えた山見ですが、84分のドリブル突破からのシュートシーンに関しては圧巻でしたし、ラストプレーのカウンターも見事でした。相手のコーナーキックから山見がクリアして、そのボールをそのまま追いかけてワンタッチでチアゴにパスを出してと、あそこのチアゴのその1対1の場面は決して簡単な場面ではなかったですが、ただこの日一番のチャンスシーンではあったので、やっぱり決めてほしかったなというところですね。やっぱりこういう場面で得点を決めてもらうために獲得をした選手だと思っているので、次こそはお願いします。あとはこの試合に過去ヴェルディに在籍した佐藤亮雅と北島選手が出場していました。ヴェルディが昇格したことで個人昇格した選手やレンタルバックした選手たちとこういう形で再会できるっていうのは素晴らしいことだなと改めて思いました。ただ亮雅にはあと一歩で決められてしまうというちょっとヒヤッとしたシーンもありましたが、決められなくてよかったなというところですね。これで勝ち点を10に伸ばしたヴェルディは順位変わらず15位ですが、降格圏のチームとの勝ち点差が2まで縮まってしまいました。次戦はその勝ち点差2で18位に沈むサガン鳥栖との戦いです。ここで勝利を奪えるかはかなり大事な局面になってくると思いますので、今できていることを継続して次こそは得点を奪って勝利につなげていきましょう。俺らの力見せてやれよ、東京ヴェルディ。